ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、ルミナスです。ドラゴンクエストシリーズ全島破棄第29弾、プレイステーション4版のドラゴンクエストビルダーズ、その9回目の配信です。前回畑の図というか、農業のね知識を得ましたが、この作物がまだ見つかっていないという状態なので、今回は、農園をね完成させるために、作物を探していこうかと思います。でそれプラスで、あのキャタピラーのいたエリアで、あのケイコギの材料も集めたいね。しっかりした布の材料か、こっちじゃない。いらっしゃいませ、おはようございます。もうしっかりした布を作るためのゴワゴワした草ね、これがいる。そっち優先かな。道具がないのは困るから。さすが見た、倒したところで経験値もらえるわけじゃないんだけど、いたら倒したくなっちゃうよね。扉の麻痺の森の最初に見つけた時は奥の方に釣りしに行った時に発見したんだよね。その時ね、後で取ろうって言って忘れてたんだよね。グリーブが欲しいとこの砂利石も集めておきたいんだよね。しおりさんもいらっしゃいませ、おはようございます。いや、しびれたあ、そういえばあと満月が持って、ここのリリパッドたちにも渡してこなきゃだったんだよね。麻痺で苦しんでて、これなんだろうけど。早いぜ。猫のこと？にゃんこはご飯だって騒いで怒られた。猫に怒られたってことか。はい、いっぱい作ってきたから、ね、体動くぞ。俺に何をしたんだ？薬？なんだそれ。いいや。俺たちには関係なさそうだしな。麻痺治って気分いい。お前にこの変な木の実やるよ。お、命の木の実ありがてえ。そう、ここにある花はね、触れるとね、しびれちゃうんですよ。で、猫に怒られたのに。早く餌よこせーって。ちなみに、うちのノア君は、今はおとなしく私の膝上に寝てます。今はね、果たして何時まで寝ててくれるか。ここ最近ね、6時半頃まではね、おとなしくなったんだけど、あ、ここにあったのか。7時近くになってくると暴れ出す。命の木の実は持ち越せないですね。アイテム全て持ち越せない状態で、HP も、そのエリアの初期状態になっちゃうから。飛んできた。いるよね。来ない。もしかして君、今何か薬的なものを作ってくれたのかい？僕のために満月眼を？君はいい人なんだね。人間にしておくのはもったいないな。初めてもの俺としてこれをあげるよ。どっか役立ててよね。一粒で50個話なんだけどね、手を投げると草や花なら一気に散らせることができるんだ。まあ騙されたと思って一度やってみるといいよ。人間と仲良くしすぎると竜王様に身をつけられる。今のはここだけの話だからね。自由だーって言って。実は1の不満点全部改善されてるので、皆さんプレイするときびっくりすると思いますわ。そう、それ前からずっと言ってるよね。2はいいよって。その、いずれやることになる2をね、楽しみにしときましょう。いまいちさ、どれゴワゴワした草か分かってないんだよね。そういえば。これか。これだな。動植物的な。これだ、これこれこれ。これを大量に集めとかないと。あの夜になっちゃうよ。これをすると、こうなるんだよね、本来はね。木とか枝に当たると止まっちゃうけど。今度、一掃できるんだ。それは便利やな。開けやすいぞ。めっちゃ遠くまで飛ぶのね。しかも。見えないよ。何が良くないってさ、リスナーさんが何してるか分かりづらいよね、これね。一応、放送画面はさ、若干明るくしてるんだけど、それでも暗いよね。壊れたから、なけなしの旅人の服で
こんなところにこんな建物が、建物というか、いい声怖い、直してしまった。つまり2階が作りやすいんですね。あ、そういうことか。不満点ね、間違えた。全部でしたからね、当時本当に驚いたと。いえいえいえ、出回る夜とはそういうもんですから、暗くないと夜の意味が。ちょっと暗いだけでよくない？あー、押した。このダメージを食らってしまったぞ。なんもなかった、なんもないわと思ったけど、ここにあったわ。こんな見づらいとこに。初めて世界地図を手に入れた。だって世界地図じゃないの。これは地図じゃないのか。これか、地図。今どこの城にいるかわかる。ちょっと見てみようか、地図を見る。あ、ここね、ドラクエ1の世界ですね。なんかこうやって見るとなんか大きい世界だったんだなと思うけど、ドラクエ2を 見ちゃうとね、あそこそんなに小さかったのってなっちゃう。あんまりこれさ、この草群生してない感じだから数に限りあるよな。まあ、そのうち鉄とかの装備で鉄の鎧とかね、出てくるんだろうけど、この世界もしかして鉄ないのかな。そうに見えるけどな。そうそうそう、ただゲームで、原作のゲームで見るとそんなに大きくないんだよね。生えないんですか。これは多分生えないんじゃないかな。生えたとしても多分1個しか取れないから数は増えない気がする。増やす方法あったらぜひ知りたいけど、できないんだよね。そう、まずは防具の素材をと思って。あ、いたー、しびれた。これあんま見かけないラフレシアさん。あ、そしてまたあったぞ、またなんかちっちゃい報酬もらおう。ピラーメン、あいつらのせいで体が思うように動かないんだ。薬さえ、麻痺の薬さえあれば。話を聞かないと使えなかったらしい。1個無駄に使ったぞ。もうビリビリしない？もしかしてお前が薬くれたのか？お前いいやつじゃねえか。ビリパッドは礼儀を重んじる。だからお前にお礼する。金を初めて手に入れた。エッチなライトをひらめいた。金で作るの。金1個じゃダメなんだよな。隣人トラブルってやつなのか。とりあえず初めての金が手に入ったぞ。そう、金があれば毒の指輪、毒を防ぐ指輪かが作れるんだけど、もう一個確か必要なんだよな。誰だっけ、誰かの父親がなんかパフパフ屋がどうたらこうたら言ってたから、多分そのうちそういうレシピを浮かぶんだろうか。ドラクエといえばパフパフみたいな。このビルダーズの世界にも残ってたんだね。今日5月1日早い、ゴールデンウィーク終わるの早い。まだ始まったばっかりや。いてえ。ゴールデンウィークはなんか気づいたら終わっちゃうよね。学生の時とかよく思ってたわ。なんかここにリリパッドたちがいるぞ。なんで？ここはないか。リリパッドたちも助けたはず？明日はお仕事でしたい。そうだね。ビッグパパさんみたいな、なんだろう、介護系というか医療関係の人たちは休めないよね。頭が下がる思いです。私はしっかり今日から1週間ほど休みですね。よし、一旦帰ろう。ゴワゴワした草は巨大な葉っぱらしいです。そうみたいだね。一応多分あらかた刈り尽くしたんじゃなかろうか。あ、これで大量に確保できるかな。素材21枚で、まだ青い秘石は手に入れてないから、とりあえずは稽古着で我慢しよう。スノーノを予備作っとこう。で、今欲しいと思っているのが、小麦とじゃがいもかが必要なんだよね。ちょ間違えた。あ、間違えた、また話しかけた。では、おそらく、この赤の扉にあると思うんだ。おそらくね。
まあ、上の崖の上とかにもあるのかな。この崖そういえば調べてないんだよね。ちょっと崖上行ってみようか。で、石粒って別にいらないかな。枝豆を大量消費して。が増えない。とりあえず、ここから登っていこう。これだ。で、チャウさんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴コメントありがとう。知ってた。戻さないね。で、これ小麦じゃない？これ。あ、崖上にあるのか。麦がゆ。でかいのがいる。そんなの落とすの？来ないな。いいよ、探そう。こんなとこに。チャウさん。オッケー。はい、了解。あぶね。落ちちゃう。ごめんね。チャウっていう言葉を聞くとさ、チャウンチャウっていう言葉がね、スッと頭に浮かんでしまうわ。サイの、関西話なんだけど。聞いたことあるかな、みんな。そのネタ知らないです。あ、そうなのか。あんま聞かないし、ダブし、ね、関西の人のさ、違うっていうのがチャウって言うんだけど、で、あとは、その、なんだろう、動物としてチャウっているじゃん。違う、ちゃう、違うんじゃないみたいな。で、ちゃうんちゃうっていう。結構昔だけど。そう。知らなくてもどうでもいい話ではあるのだが。こっち側小麦ないな。ここにちょこんとだけあるけど。あのピンクちょっと気になるけど、あんまり必要ないかな。ルビー系だったような気がするけど。すごいね。どうでもいい話だね。そろそろ私ね、年が一つ増えるんですよ。一年が早いね。だろう、社会人になってからの一年がほんと早いわ。子供とかできたらさらに早く感じるよね。天気出ない。ありがとうございます。この時期に誕生日だから、学生時代とかね、あんまり祝ってもらった記憶ないんだよね、友達に。そう、もうすぐです。ゴールデンウィーク中なんです。なんか、新ってさ、まだそんなに、周りのと馴染めてなかったりする時期に誕生日が来ちゃうから、気づいたら、あ、誕生日だったんだ、みたいな。こんなことになることが多いね。着いた。暗すぎて見えねえけど。どこまで上がればいい？周りが見えねえ。小麦どんぐらい集まったかな？とりあえず15か。とりあえず15あれば、作物、農園で、増やせれるかな。この辺にさ、貫通できるとこなかったっけ？洞窟。この辺から出てきた気がするんだけど、前。海の生誕祭行わなければ。こっち側かな？なんか端っこの方から、隙間か。どっかの隙間から来たんだけど。痛い。たかー、盛大に生贄が、必要になりますね。生贄が必要になるの。なんで、魔族のあらゆるドラクエ界の勇者ですから。なるほどね。ドラクエの勇者として。開通したとこかな。ここどこ？だねえな。スライムの池の奥に、こっちか。はい。城があったよね。城の方があんまり来てないから、どっち側行こうかなと思ったんだけど。この辺水田だからさ、水田っていうか、水場だけだから、フルーツだっけ？あるだけだから、多分向こう側なんだよな。多分ツイッター調べてくれたのかな、きっと。3日っていうのは。そう、私3日なんですよ。絶対に休みの日。知らない間に終わるっていう。だって、で、見てないのが、こっちのね、東側見たんだけど、北側とか見てないから、こっちを中心に見ようかしらね。私も絶対に祝ってもらえないですね。クリスマスイブなので、あ、そうだったんですね。え、これ、ジャガイモだ。これ白い花じゃないの。この、傷薬の材料かなと思ったけど、これジャガイモなんだ。え、これ分かりづらくない？薬の材料取っとけーと思って。で今買ってみたんだ。わしも春休みじゃ、みんなあれだね、祝ってもらいづらい時期の誕生日なんだね。なんか
クリスマスとかさ、他の祝い事と近い誕生日だと一緒くたにされちゃったりするよね。クリスマスとか正月に近いとそこと一緒に合わせてクリスマス兼誕生日みたいなね、別々で祝ってよっていう気がしなくもないけど、そういう経験はあるのでしょうか。ここはなんかあんのかな。抱き合わせ商法やめやって言いたくなります。そうだよね。ちゃんと祝ってあげてってなっちゃう。何もないんかな。何もないね。何もなかったや。あと何気にこっち側にもこのゴワゴワしたやつあったなっていれば無駄な日数減らせたかもしれない。あんまり見入れてなかったからな。自分が動き出したぞ。これ誰かいる？がいるっぽいな。タリリパッドがいる。どうしたん？人間、お前も家庭菜園に興味あるのか？俺はすっかりハマっちまってな。簡単なようで奥深いんだろ。もっと面白いのが作りてえ。俺はもっとレアな種が欲しいんだ。そうだな、種芋があったら最高なんだがな。あ、人間お前種芋持ってないか？持ってないよな。あ、前回ジャガイモ持ってきていれば、取れていればか、種芋持ってこれたかもしれないな。ここに祭壇みたいのがある。市販のショートケーキ苦手なんです。あ、そうなんだ。こんなキラーマシン的なやつがいる。調べる。返事がない。ただの鉄くずのようだ。手に何かを握りしめている。亡き主の墓標を通過してしまって、小さい頃は一口食べたら気分悪くなってました。クリームがダメなのかな。市販のケーキ屋さんとかが作るちゃんとしたやつなら大丈夫なのかな。ここにも小麦あるやん。この辺なんかほんと無造作に買い物種が大量に落ちている。暗くなる前に集めれるだけ集めたい。ここはなんだ、ここはなんだろう、なんだろう、なんだろう、なんかいっぱいいる、なんかいっぱいいるぞ。ちょっと待って、ここは確認したい。人がいっぱいいる。なんだここは。ちょっと普通にしてると他の敵が来ちゃうから、これで朝まで耐えてから調べよう。暗いと分かりづらいから。だから大量に倒れている人がいてね。何かな、平気なのもあるけど、生クリームがダメなのかも。ホイップクリームはまだ平気。なるほど。あ、敵が内側に入ってきた。あ、市販のもの、保存料とかね、なんか何かしらの添加物がダメっていうのはあるかもしれない。確かに。朝なってくんないかな。安全に探索をしたいんだ。なんでそこに扉があるんだね。お、朝なったかな。調べよう。話す。返事がない。しかし得体の知れない力を感じる。ただの鹿真似ではないようだ。返事がない。しかし得体の知れない力を感じる。ここもか。あれかな、ゾンビ系なのか。この人だけなんか動いてんだよね。お前はもう全ては終わったんだ元老様。私はギョ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 、誰も信用するものか。そういえばなんかあったね。そういえば手紙的なもの。確かに元老はから何かもらっていた記憶がちらっとあったけど、あれ気のせいかな、別のものかな。これ先のところで作るのかな、亡き主の墓標。ちょっと周りの目も読んでみるか。走り書きがある。あ、どうやってもうまくいかない。走り書きがある。病に打ち勝つために治療への協力者にここに来てもらった。人間たちは病気が治せるとは思っていない。必ず死ぬと信じ込んでいる。とても悲しいことではあるが、ここに至ってはかえってその方が。これも読める。病気の治療法に関するメモらしい。見ているだけで頭が混乱しそうだ。専門用語なのかな。やってこうぜー。木の窓 B は閉めてあげよう。で、食材、木の扉ももらっていこう。メモを手に入れた。鉄のものが壊れてしまった。知らん。見てあげよう。この住人一人落ちてしまったけど、とりあえずこれを元老庵に報告したらいいんだろうか。こんな外れの方にいたんだね。よし、一旦帰ろう。
墓墓の設計図はそこに置いてくるの忘れた。でも一旦入れとこう。とりあえずこっちだね。じゃがいも3つ、種芋とか、作物を種にしてこないと。小麦の種。あとな、あれだね、綺麗な水をっていうのもやってないな、という。なんか作ってって言われていたな、そういう。で、小麦、種芋はこの真ん中。どっちが豆でどっちが小麦かな。左が小麦な気がするけど。で、よし、完成。農業の目覚めが完成した。やったねー。みんな来い来い。祝え祝え。これは素晴らしい。二人しか来なかった。生死対応じゃな。物だけでなく、ついに生きた植物を作れるようになったか。さすがはビルダーじゃの。ところでの、海夏。お主はどのようにして旅の扉なるものを手に入れておるのじゃ。いやな、以前話したであろう跡地に立つという世界樹のことは、生命の命を宿す世界樹であれば、病を根絶する薬の原料も得られる気がしての。しかし今の我々ではまだその地に行くことはできぬということ。とにかくよくぞ農園を作ってくれた。農園でできた素材を使った料理なら患者たちもきっと治せる。よくやったぞ、みなつ。コンポ、種芋をもらった。パフパフ、違う、パチパチ。はい、ありがとう。浄化の噴水、浄化の噴水は何で作る。あ、エッチなライトあったよ。ピン1個、あ、メタルゼリーここで使うのか。なるほどね。これか、浄化の噴水。通常の噴水がいらなくなっちゃうんだよね、これね。二つ置いとき。水汲み室を初めて作った。見事なもんだ。すごく綺麗な水じゃないか。浄化の噴水を置いてくれたんだね。ありがとう、みなす。綺麗な水、病気で死んだじいちゃんにも飲ませたかったよ。綺麗な水があれば、美味しい料理が作れる。まだ病気が治らない患者にだって役立つはずさ。それはそうと、みなつ、あんたに一応伝えておくよ。実はあたいと病が治ったではね、エルコンドに対抗するための武器さ。あんたやエルやゲンロワは患者のことで忙しいだろう。アイディアだけでも考えておこうと思ってね。うまくまとまったら伝えるから、その時は頼むよ。綺麗な水は浄化装置の近くでバケツを使えば汲めるはずさ。今回も助かって本当にありがとね、海夏。あれかな、他の住人たちの依頼をこなさないとその武器が完成しないってことだね、きっとね。綺麗な水を集めよう。キスしそうな勢いで近い。はい、パク。綺麗な水もアクセサリーの材料になってたはずなんだよね、いくつか。20個集めとこう。あ、また行こう。こっち側に広げるしかねえな。この下が崩されてる。踏み場を向こう側に広げよう。どうしよう、上を攻撃してきたやつがいるってことだよな。噴水を配置。ちょっとこれをしまって、これを出して、ちょいとか、どうせこの後も増えるだろうしな。水汲み室のポイントがめっちゃ高くなった。3000、他1000とかだもん。これを一旦どかして、作ってる人がいる。ちょっとここ取りづらいから場所を変えたかったんだ。山の騎士系が来てんのか。あ、じゃあグリズリー？ん？じゃあリカントか。よし、ここなら取りやすい。
で、ちょっとこの辺入れとこう。あ、で、バケットできたね。これを欲しがってたやつがいたから、あげよう。ポテトはまだ作れないけどね。そう、この波毒のリングとかで、綺麗な水を使うんだよね。液体銀とか、どこにある？あ、薬、回収しよう。ガラス瓶もここなんだ。あ、食べてしまった。間違えた。あ、で、ちょっと待って。鉄の斧がまた、予備がなくなったから作っておこう。寝ましょうか、一旦。できたかなぁ。おぉ、去ってる去ってる。やべぇまた直後に気づいてしまった。あ、振ったら柵が壊れる。OK、とりあえず開始できた。あとは順次植えていけば増えるのかなぁ。何増やそうね。朝の準備いってらっしゃい。ビッグパパさんありがとう。あと水中の畑とかも作る。アナキャっぽいんだよね。絵を種芋いっぱいあるからじゃがいも作るか。足りないか。今回は思いのほかスローライフ的な感じに。これでフライドポテト作れるはずだね。あとは麦がゆ作ったことない作っとこう。それが何を要求してくるかわからんから。もりもりサラダは、あ、茹でガニが必要なのね。いくつか作っとこう。OK。サラダって言ってるやついるわ。サじゃなくて、もりもりの方ね。祈りの治療が終わったぜ。赤い扉の先。この5人大勢な。あの2人の治療が進まないとダメっぽいから、あと寝ればいいかな。あ、そうだ。されてるからちょっと補強しとこうか。全く穴を開けようって。奥の方まで来てるね。でこれ貫通してんじゃね。あ、貫通してる。ここ貫通してる道ができてしまっている。この町は白ありならぬ進まないから寝ようか。欠陥住宅街だった。陥没するかもしれない。だね。すっかり元気です。今日はなんて素敵な日でしょう。もう満腹にならないし。お腹は減るのに。お腹がどんどん膨らんで、もうダメだと思っていたんです。そっか。皆さんはずっとこの街で、蔓延する病や、この地を支配するヘルコンドルと戦っているんですね。私もここに置いてください。皆さん知識だけは少しあります。皆さんのお役に立てますよ。お、それはありがたい。これせめてものお礼にずっと脇の下に挟んでいたんです。熟成されているので。ではみのりちゃん、いい兵らしい姿になった。ここにさ、ちょっと一旦これ壊して置いて、いや、あの武器の飾りが手に入ってたよ。これ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 。これをここにつけて。で、あとは鎧があれば、ここがあの武器庫的にもなるはずなんだ。で、鮭のムニエルを要求されている。鮭ってどこにあったっけ？赤い扉で釣りしてないからこっちにあるのかな？そう、お持ち帰りした子ですね。お、釣れる？あの、ここのすぐ近くに、あ、メタルスライム釣り上げた。のここのすぐ近くにいたやつだよね。現地もらえるわけじゃないからいいんだけど、外側の海に釣らないと取れないかな、魚は。内側の浅瀬じゃダメかもしれない。浅瀬をまだ開通しないかな。トンネル工事 OK。 いや、大量の素材が手に入った。結構長かったね。えー、ゾーン。このちょっとした隙間通された。できないんだよね。危険だから塞いどこ。はダメよーって。お前だ。置けないの？置けるよ。みやん、置ける。お、マグロ。いいね、魚釣れたぞ。
欲しいのはシャゲだ、シャゲ。マグロ。こっち側はマグロしか釣れないかな、もしかして。地域の違いで、お、シャゲ来た。ナイスー。ウィアベース。ムニエルは沈むのは死んだこと、ん、死んだことにはならないかな。あの、死亡感動はされない。だそれで HP がなくなったら多分死亡かな。あれ今、なった、なってない。あ、これゴースト来るかな。多分後ろからゴースト来るね、夜になったら。ゴーストが現れてるね。鮭とマグロと、あとタイとかもあったんだよね。魚の材料の中に。タイはこの辺では釣れないのかな。この間、釣り続けてみようか。とりあえずマグロと鮭とイワシしか釣れないから、ここタイは釣れないんだな。タイを要求されたら、また違うところを探しに行かなきゃだね。気のせいかな。なんかテンポ早くなってきた。ここでもヤシ原木が。お、タイ釣り上げた。最後の最後で。時間帯とか関係あるのかな。朝方ならタイ釣れるとか。もう一回。リアルだとどうなんだろう。釣り詳しくないから知らないけど。なんか時間帯で釣れるのが変わるとかあるよね。よし、これでいいや。作れるかな。竹のムニエル。材料えぐくない？めっちゃいろんな材料必要だぞ、これ。カニの爪も残しといてよかったね。全部茹でガニにしてたら作れなかったよ。他の道具全部埋まってしまった。どっかで捨てとこう。他にはいらないからな。圧迫するほどはいらない。あ、削除っていうのもあんのか。とりあえず3ブロックもあれば十分だよな。必要だったらあっちに取りに行こう。さあ、で、ムニエル。あともう一個なんか要求されるかな。で、それも、かけないとわからないから。あ、そういえばこのノリン君ね、なんか前のエリアの、あの、ブイヤベース、さっき作ったぞ。魚好きなのか、こいつは。あれ、ブイヤベースどこ行った？落ちてる？あ、落ちてる。前のエリアの偉そうなおっちゃんね。おう、皆様、ありがとうございます。新しい患者様の治療が終わったようですね。患者様のお話や、元老和様の見立てによれば、回復した患者様は飢餓の病だったようです。この病が治せたのも、うまい食事を作ってくださったからですね。しかし、以前の患者様は未だに眠ったまま、病の原因もその治療法も分かってはいません。字幕が死んでいる。どうした？手にはもうなすすべがないのです。あとはただ寄り添うことくらいしか。と皆様、今更ですが、私は自分の無力さを感じずにはいられません。いくら汗を拭いて差し上げても、体をさすって差し上げても、患者様は。この力病をなくせるのなら、私は自分の身などどうなっても構いません。神よ、もしもそこにおわすなら、どうか患者様をお救いください。ゲホ、ゲホ。感染しているのでは。で、また、竜王バトルですね。竜王軍が攻めてくる。おう、皆様、このようなことに何ということでしょう。またしてもこの町にヘルコンドルの軍勢が迫っているようです。ヘルコンドルはこの地に見え隠れしているほんのわずかな希望の光すら邪魔なのでしょう。前を振りまくだけでなく、私たちの町すら破壊しようとするなんて。なんと憎らしい。さあ、皆様、魔物との戦いの準備はよろしいですか？共に参りましょう、皆様。患者様はまだ病の床におられます。私もまだ諦めたくありません。さあ、3回目の襲撃かな。ひょい。お、人面獣たちだ。別の斧のおかげで、だいぶ楽に攻撃が、でかいのが来るか。さあ、私が来た。こいつら硬いんだよね。超硬い。みんな頑張れ。元老は様って言ってんだよね、やっぱりね。敵の腐った死体が混乱している。満腹度が減少した。5個手に入れた。誰だ誰だ。
誰がここに希望を振りまいている。エルコンドルか。やったねー。で、桃ガキの実こんなにいっぱい。で、寝たら向こうの治療が完成するのかな。なんか無駄に日数重んでる気がするわ。あ、夢を見るね。お、突然の悲鳴。耳をつんざく悲鳴が街に響き渡った。夢じゃない。街がただならぬ気配に覆われている。街のどこかで何か起きているようだ。ここだな。夜だからか、あの奥のやつが感知してない。なんでここにいる？あ、皆様、患者様が、患者様の様子が。一緒に、元老和様をお連れしましょう。早く患者様を見てもらわなくては。皆様、私と共に、元老和様のところに行ってください。はい。やはり患者たちに何か起きているようじゃな。起き上がってはいるね。ただなんか、なんだろう、正気じゃなさそうだったぞ。おみなつ、そしてエルよ。患者を見る前に、心得ておいてほしいことがある。もしも、患者たちに異変があれば、自分の身を守ることだけ考えるのじゃぞ。元老和様、それはどういうことです？何かお心当たりでも？話は後にしよう。一刻も早く患者のもとに行かねばならん。目の前にいるぞ。共に患者のもとに向かおうぞ。海夏よ、準備は良いか？はい、ついてくるようになった。共に参ろうぞ。イルマ様、どうされたのです？どこか苦しいのです？一体何が？虫が頭に入ってくる。イルマ様、イルマ様、イルマ様。気持ちいい、かゆいかゆい、気持ちいい。もうダメじゃ。諦めるしかない。嫌です、嫌です。いやあ。どうの？そして BGM が消えない。私がわかりますか？エルです。どうか、私です。エディ様、しっかりしてください。エル、レル、これはもう。あ、やっぱ死んでしまう。ちょっと待って、死んでしまう。思った以上にダメージがでかい。ですね。海夏さんじゃないですか。それにエルさん、元老和さんも。ケン様、ケン様、大丈夫ですか？何があったのです？ウルス様の言ってた通りでした。ウタクが間違っていたんです。僕は死を乗り越えられた。こうして誠意を超越できたんです。下がっておれエル。イエーイ。ごめん。発音がちゃんと戦ってくれている。病室を破壊せずに済んだらしい。悲しい結末でしたな。患者が3人。ああ、海夏様、患者様が一体どうしてこのような、どうして。おお神よ、どうか哀れな患者様を救いたまえ。の夜、町の人々はただならぬ不安と恐れの中で眠りについた。暗く沈んだ静かな夜の闇の中に、エルのすすり泣く声だけがいつまでも響いていた。そして夜が明けた。さあ、この元凶はウルスという男のせいなのか。で、一人復活してるよね。どこ行った？あ、この子。お、女の子だったんだ。ヘイザンっていう女の子。どうやら死なずに済んだみたいだな。病室の他の患者たちは全身が土毛色で、目は血走り、その上ここまで見て一日中うめき続けて、私もああなるもんだと思っていたよ。あの患者たち何かヤバそうだ。せいぜい気をつけて看病するんだね。もう始末はついてしまったよ。昨夜。それにしてもだ、君たちには病気に立ち向かう知恵と勇気があるんだね。私にはわずかばかりだが、金属の加工に関する知識があってね。君たちの生活に役立ててくれたら嬉しく思うぞ。職人系の人か。さあ、これはお礼だ。大切に耳の中に入れておいた宝物さ。3人助けられなかったけど、一人の女性を救えたから、それでよしとしよう。町娘系になった。何かしらお話が。皆さん、
この町の人々方々は本当にいい人ばかりですね。私はケイシーさんにザッコさん、それにノリンさんからある相談を受けたんです。海と戦うミナスさんの代わりにヘルコンドルを倒す武器を開発したいと。相談を受けてから町の皆さんと一緒にいろんな武器のアイデアを考えてみました。ヘルコンドルは空飛ぶ鳥です。普通武器を見て思いついたんです。町のみんなで考えた武器作りのアイデアをお伝えします。ウミナツさん、あとはどうか町のアイデアを形にしてください。大弓、に固定して矢を撃つ機械仕掛けの大弓、持ち歩けば強力な武器になったりするかね。あとは元老和さん、海夏よ、恐ろしいことが起きてしまったの。顔が埋まっているわしの言葉を覚えておるか。病と戦うことは死以上に辛く苦しいと、といえば嘘になってしまうの。お主も覚えておろう、我が弟子ウルスの名を。そう、あのおぞましい病の患者たちも口にしておったなじゃ。おそらくあの病の原因を作ったのは我が弟子ウルスであろうと思う。実はあの海夏、ウルスは遺跡の奥地で今も生きておる。お主にウルスの元へ行き、あの病について話を聞いてきてほしいのじゃ。あの地に行けるのはお主しかおらぬ。海夏、苦労をかけて悪いが頼まれてくれ。ウルスは今固く心を閉ざしておる。わしのこの手紙を持ってウルスを訪ねるのじゃ。これでこの手紙を必要なのね。それとサラダ作ってくれてるね。まあでもいいか。で、大弓作れるの？作れるね。錆びた金属、見事です。コンドルに対抗するための大弓を完成させてくれたんですね。うん、これなら空中のヘルコンドルにも攻撃を当てることができそうです。皆さん、私はこの町に来たばかりで詳しいことは知りません。ただあの元老婆さんの言う病の原因がああだとかこうだとかそうだとか、はっきり言っていろいろこじらせてるおじいちゃんのぼやきにしか聞こえません。辛辣。それまでがどうあれ、ヘルコンドルが元々の病を振りまいたのは事実のはずだし、ヘルコンドルを倒せばの闇が晴れるのもきっと間違いないはずなんです。皆さん、この地に病苦を振りまくヘルコンドルと直接戦うときは必ず来ます。その時のための準備もそろそろ一緒に進めていきましょうね。そうですね、今作ったお弓をさらにいくつか作って高い場所に設置しておくと安心かもしれませんよ。弓は空を飛んでるからね、地面に設置しても意味はないよ。設置するならこういうとこだろうな。あ、でも4マス分いるんだね。設置するための場所を確保してみよう。設置できるだけのマスを外壁に張り巡らせればいいのかな。だから3マス分の場所作って設置してっていう、多分ヘルコンドルも移動するだろうしね。こんな感じかな。するんだったらもう一段上に上げないとちょっと狭く苦しくなるかね。ちょっとその辺を切捨てたあの土でね、大量に設置しましょうかね。まあ、とりあえず時間的にちょうどいい感じだし、次回この元老婆の手紙を持って、ね、たどり着いたウルスの研究所というかね、あの研究施設みたいなところに行きましょうか。でおそらくあそこにいる患者たちもみんな腐った死体になるのではないでしょうかね。戦闘の準備も整えておきましょうか。というわけで少し早いですが、今日はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。はい、しおりさんとちゃうさん、最後までありがとうございました。コメントくれていた、合わせてありがとうございました。次回もよろしくです。
現在 Twitch 生放送メインで活動してます。フォローもまだの方はフォローしてってくださいね。また YouTube の方ではアーカイブや各種動画も投稿してますので、 YouTube のチャンネル登録も合わせてお願いします。その他各種連絡や通知は Twitter の方で行ってますので、 Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、最後までお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。